どうもマルクです。カリフォルニア州ロサンゼルスにやってきました。今日は自動運転タクシーウェイモに乗っています。ご覧ください、運転席に誰もいないのに車が進んでいます。どうもマルクです。カリフォルニア州ロサンゼルスにやってきました。これからウェイモの自動運転タクシーに乗ってみたいと思います。今車両が来たんですけども、ご覧のように勝手にドアのロックが開きます。上に YM ゆうすけまどころという僕の名前の頭文字が出ています。ではこれから乗り込みたいと思います。Give us 1 minute to cover a few riding tips. This experience may feel futuristic, but the need to buckle up is the same as always. Waymo の車内にやってきました。誰も運転手がいないのに車が動き出しました。今ロサンゼルスのハリウッドからサントモニカというところまで行くんですけども、時間が約58分かかるということで画面に表示されています。ご覧のようにここの画面を見ると、周りの車や対向車、今ウェイモの対向車が表示されていましたけども、しっかりと表示をされていて、周りの周辺の環境をしっかりと認識をしているようです。非常に安全運転です。車線変更も結構積極的に行って、追い越したり、前に車がいると車線を変更したり、していますけども、車線変更するときは結構手前でウインカーを出して、それから車線変更をしたりとか、信号の手前でも前の車がいると減速はすごく早くやってる印象です。今も前信号赤になって車がいるんですけども、今減速をしていってゆっくりと、今止まりました。結構アメリカではドライバー運転荒いことも多いんですけども、ご覧のようにこの自動運転のタクシーは非常に安全運転をしてくれています。車両はジャガーの車両が使われています。2024年からここカリフォルニアロサンゼルスではこのウェイモが商用運転をしてるんですけども、日本でも2025年4月から東京でこの自動運転タクシーウェイモの試験運行がスタートしているということで、日本でもこういった自動運転のタクシーがスタートするのも近いかもしれません。日本ではまだ人が乗って試験運転をする段階だということです。信号が青に変わって車がスタートしました。ここの画面では周囲の状況が表示されているんですけども、周囲の車や対向車、そして歩行者、そして周りの車のウインカーの状況なども表示されていて、周りの状況を把握しているようです。今ここの画面には信号が赤になっていることを示す表示がされています。ここには外にストップという一旦停止の標識があるんですけども、しっかりと一旦止まって今出発しました。
サンゼルスではUber がタクシーとしてはメインで使われているんですけども、Uber より少し安い値段で乗ることができます。アプリで乗る場所と降りる場所を予約するだけで自動的に迎えに来てくれて、そして現地まで行ってくれるので、誰も人と会うことなく移動することができるので、非常に気軽に移動することができます。またこの画面上、またはアプリで自分の好きな曲をこの車内で再生できるということです。車内の様子はこの上についてるカメラで常に記録されていて、また必要に応じてマイクもオンになってサポートのスタッフとやり取りができるということです。今残り時間26分で目的地まで着くという表示が画面にされています。いや本当にこのウェイモ運転が安全で快適に移動ができます。先ほどお伝えしたようにウーバーよりも少し安い値段で使えるということで、しかもアプリで表示されている車が来る時間というのが大体5分ということで、このロサンゼルス市内とかその周辺ではかなりたくさんの車が走っている印象です。アプリさえダウンロードして Google アカウントと紐付ければ使うことができますので、皆さんもロサンゼルスやサンフランシスコに来た時は使ってみてはいかがでしょうか。You're here. Please make sure it's clear before exiting.東京の自宅に戻ってきました。このウェイモ、今はアメリカの一部地域に実際に行かないと体験できないということで、本当に先進的な体験ができました。ウェイモはウェイモ1というスマホのアプリを使って予約したり支払いをしたりするような仕組みですけども、このアプリのインターフェースもすごくよくできているなというふうに感じました。使い方は Uber や日本のタクシー配車アプリ Go のような感じで、乗車時に自分のいるところで乗りたいところと、あと降りたいところ、目的地を指定するだけで近くにいる車が表示されて、あと何分で来ますというふうな表示がされます。その時に目的地までの大体の時間と料金も表示されます。その料金ですけども、動画の中でお伝えしたように Uber より少し安い料金設定にはなってるんですけども、料金の幅が Uber より広いなという感じがしました。例えば、片道1時間ぐらいの距離を行きと帰り、どっちもこの Waymo を使ってみたんですけども、朝はだいたい25ドルぐらい行けたんですけども、夕方のラッシュの時間になると65ドルという料金が表示されるなど、需要と供給のバランスを見て料金を設定しているのか、料金の幅は Uber よりも広いなというふうに感じました。配車を予約するとあと何分で来ますというふうに表示されて、実際に車が来るとこのような画面になって通知も来ます。もちろん車の中には誰も乗っておらず無人ですので、このアプリを使って鍵を開けるか、また Bluetooth をオンにしておくと、その Bluetooth を持っているスマホが近づいた場合自動的に鍵が開く、そういった仕組みもあって非常に便利に利用できました。車に乗った後はこんな感じで Uber と同じように現在地と目的地までの時間が常に表示されていて、今どこを走っているのかというのが非常に分かりやすくなっています。また車内でかける音楽もこのように複数の音楽から選ぶことができるようになっていました。この日はロサンゼルスからメキシコまでクルーズ船で行くためにロサンゼルスに滞在していました。ロサンゼルスの港というのはロサンゼルス郊外のロングビーチというところにあるんですけども、そこはウェイモの対象外です。ウェイモが配車できる範囲というのはロサンゼルスの中心部ダウンタウン、またハリウッド、そしてサンタモニカという地域ということで、郊外の少し離れたところに行く場合は Uber などを使う必要があります。先ほどもお伝えしたように東京でも2025年4月からこの Waymo の試験走行が始まっています。
まだ有人運転なんですけども、実際にこのライダーとかカメラとかをオンにして東京都心をぐるぐると走って、東京の交通ルールであるとか地形などをしっかりこうウェイモが学習をしている段階ということです。最近は東京都心を歩いてるとウェイモの車両を見ることが多くなってきました。運転手が誰もいない中でこう車がどん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 走っていくというのは非常に面白い体験でしたので、この体験がぜひ日本でも早くできることを楽しみにしています。最後に1点、日本に住んでる人がアメリカでウェイモを使う時の注意点なんですけども、まず登録の時に Google アカウントとウェイモ1のアプリを紐付けて認証の画面が表示されます。その時に電話番号の入力欄があるんですけども、そのまま090といった形で入力してしまうとエラーになって先に進めないので、090だと8190のように頭に81の国際電話番号をつけて電話番号認証をしてあげると SMS 認証ができるようです。アプリとアカウントとクレジットカードさえあればすぐにこのウェイモを使えますので、ぜひ皆さんも対象地域、アメリカの一部の州の対象地域に行ったらこのウェイモを使ってみてはいかがでしょうか。ではでは、マルクでした。